皆さんどうもこんにちは、アミタです。いやー、またですよ。はい、相撲界不祥事。昨日だけで2つのね、件が発表されました。なんか、今年もあと少し、年明けたらすぐ初場所という段階で、なんかなーって感じですね。昨日は番付も発表されて、もういよいよって感じだったんですけどね。まあでも、とりあえず、この2つの件をね、ちょっと、いろいろ噛み砕いて、シェアしていきたいと思います。まず、1つ目。逸ノ城に関してですね。逸ノ城、2022年は7月場所で初優勝して、本当飛躍の1年でもあったんですが、その後は別の県で注目されることが多かった。それが親方との、関係がうまくいってない。そして飲酒問題、これについての処分が発表されたということで、日刊スポーツの記事です。逸ノ城は初場所出場停止。師匠の湊親方は3ヶ月間報酬減額。日本相撲協会が臨時理事会で処分決定と。逸ノ城、先場所じゃなくて7月で優勝してから、その後、湊親方、師匠である湊親方とうまくいってない。そして飲酒、アルコールの問題。そしてそれに伴って、親方の夫人、おかみさんへの暴力疑惑とかね、いろいろありましたね。で、それについて、相撲協会のコンプライアンス委員会が、いろいろ調査した結果、この夫人に対しての暴力疑惑に関しては、一部事実関係を確認したとしながらも、ただ悪意の暴行ではなく、いずれも、5年以上前のものである。そしてそれ以後はなかったということで、この暴力に関しては、ほぼ不問って感じですね。不問というか、多分そんな大騒ぎするほどのことではなかったんだろうなと思いますね、この暴力だけに関しては。そして柴田山広報部長は、この師匠夫人、おかみさんとの確執、アルコール依存ともにないと、そういうふうに断言したということですね。これが本当かどうかわからないんですが、ただ協会がこう言ってる以上、信じるしかないということですよね。湊部屋の出場する関係者によると、過去逸ノ城は過度な飲酒によってお酒の席でのトラブルをたびたび起こしていたと。この辺は報じられていましたね。飲食店で泥酔して部屋に連れ戻そうとした際、湊親方夫人、おかみさんに対して叩く、つねる、噛むという行為もあったという。笑っちゃいけないんだけど、叩くはさておき、つねる噛むとかなんか、ちょっと可愛いですよね。やっていいか、いけないかで言っちゃいけないんだけど、ビール瓶でぶん殴ったとかね。本当はビール瓶じゃなくてシャンパンボトルだったみたいな、そういうのに比べると、可愛いかなって。そして逸ノ城、昨年12月頃から部屋を出て一人暮らしを始めたが、稽古を無断で休むこともあった。そのような行為に、湊親方が再三注意したが治らなかった。これに関しては逸ノ城がね、悪いですよね、100%ね。稽古を無断で休む。これに関してはどの業界においても、いいということはないでしょうね。師弟間の信頼関係は波状しており、7月の名古屋場所で優勝した際に、すでにまともに話し合いができる状況ではなかった。湊親方がカウンセリングや治療を進めても本人が一切応じず、話し合いについても弁護士を通してくださいと返答されていたという。今年の11月、九州場所でも逸ノ城は部屋でちゃんこを食べないなど確執は続き、場所での成績は4勝11敗と振るわなかったと。この2人の人間関係が波状していることに関しては、多分外野がね、いろいろ言うことではないんだろうなと思います、この2人の関係。こうなってしまったのは何かしら原因があるだろうし、それはね、一方的なものでもないんだろうなと思います。お互いに言い分はあるだろうし、お互いに非があるのかもしれない。これに関しては、ちょっとわかんないですね。
まあ、この一ノ城に関しては2つ問題があるんですよね。1つ目が親方との確執問題に関する、まあ、おかみさんへのその暴力疑惑と、まあ、そのアルコール中毒、アルコール依存症みたいな話。そして今話してきたのはこの1つ目なんですけども、これに関しては、まあ、処罰はなかったと。その暴力も、まあ、なかった。まあ、この噛むとかあったんだけど悪意はなかったし、おかみさん側も別に処分を望んでいないということだったので、まあ言ったら示談が成立してるみたいな感じで、まあ、これに関してはまあ何もお咎めなし。まあ心配事があるとすれば親方との関係ですけども、まあ、これに関してもまあ教会が何か言ったって別にどうにかなる問題でもないですよね。で、あとアルコール依存症に関しては、まあ、結構もし本当だったらシリアスな問題なんだけど、大野国さんがないって言ってるんでないと思うしかないですよね。まあ、ただ本当に苦しんでる人っていうのはいるから、アルコール依存症で、もし本当なら、まあ、病院行くなりね、カウンセリング受けるなり治療は必要だとは思います。そして2つ目、一ノ城が今回処分された理由はこの2つ目の問題の方なんですよね。これは1つ目の親方おかみさんの件とは全くこう別件というか全くまあ違う問題ですね、うん、この2つは切り離して考える必要があり、2つ目の一ノ城が今回処分された原因は、一ノ城は新型コロナウイルス感染防止対策の一環として外出禁止になっていた2年前、2020年の11月、そして昨年8月に無断で2度外出したことが確認された。まあ、この2回のことに対して初場所の出場停止処分を受けたと、まあ、そういうことなんですよね。まあ、ガイドライン違反では、まあ、当時大関の朝乃山が6場所、阿炎が3場所の出場停止処分を受けています。まあ、それに比べると軽い処分になったのはキャバクラなどの接待に伴う飲食店ではなく、まあ、普通の飲食店だったと。噂ではね、モンゴル料理店だったみたいな話ですけどね。まああと本当食べて帰っただけ、短時間だったこと、聞き取り調査で反省の態度を示したことなどが理由と言われています。まあ、朝乃山阿炎の6場所3場所に比べて軽いじゃねえかみたいなのは確かにあるんですが、まあ、この2人がねここまでになってたのは、まあ、噂によると、まあ、嘘をついたとね、その隠蔽しようとしたみたいなのがかなり大きかったようですね。この隠蔽がなければ阿炎、朝乃山ともに、まあ、半分ぐらいになってた、それ以下になってたみたいなね話もね、まあ、聞いたことあります。本当かどうかわからないんで、まあとにかくね、相撲協会も別に厳罰を与えたいわけじゃなかったみたいなね話はね聞いたことあるんですが、まあ今回でも結構前だけどね、もう1年以上前と2年前に2回モンゴル料理屋に行ったことを今処分されるっていう、まあ、うん、って感じですけどね。もういいじゃんっていう、もう不問でいいじゃんと思うけど、なんかね、朝乃山阿炎処分されたのに、なんでこいつ不公平だみたいな、そういうなんか悪平等的なのは、まあ今このね現状を考えても、うん、ちょっとなって思いますけど、まあ一場所何かしらは協会としてもね処分を与えなきゃいけないってなったんでしょうから、初場所が出場停止となりました。まあこれに関してね、朝乃山阿炎2人は不公平だと思うかもしれないけど、まあそのファンの人もね思うかもしれないけど、うん、まあ、個人的にはこんなとこだろうなって思います。そして暴力疑惑とかに対して処分がないのは、何回も言ったようにこのガイドライン違反とは別の問題ってことですね。今回は純粋にガイドライン違反だけの処分と、その前に話した暴力云々に関しては、まあ、協会としてはね何も処分を科す必要がないという判断になったんでしょうね。はい、さあそして次の件、こちらの方がねすごく問題になってますね。というか、うん、やばい。大相撲伊勢ヶ濱親方、相撲協会の理事を辞任、部屋の力士が暴力事件を起こしたと。これね、これはやばいわ。これびっくりしましたね。こちらも日刊スポーツの処分の詳細を見ていきます。相撲協会は臨時理事会を開き、伊勢ヶ濱部屋での幕下以下の2人の力士による暴力事件があり、処分したことを発表した。幕下力士は弟弟子に対し頭部に暴行を加えたり背中に熱湯をかけて火傷を負わせるなどをしていたと。すでにこの一人の力士は引退届を出して
まあ、受理されたため、まあ、処分はなしもやめたと。そしてもう一人の力士は来年の初場所、そして春場所の2場所の出場が停止となるみたいですね。そして師匠の伊勢ヶ浜親方、理事からの降格処分が相当と、まあ、判断されたんですが、その処分を下される前に伊勢ヶ浜親方が自分で理事の辞任届を出して、これが八角理事長に提出したと。暴力事件、しかもまた伊勢ヶ浜部屋の力士。この部屋、この前ね動画上げたばっかりなんですよ、勢いがあるって。横綱照ノ富士もいる、もう最近伸びてきた錦富士、そして緑富士もいる、そして若手のホープ熱海富士もいる、まあ序の口にはね日大から武富士も入ったと。もう力士に関しては勢いしかなかった。でもこういう事件が起きてしまいましたね。詳細について、今年の11月7日この被害者力士の親族から電話で、被害者の力士が背中に熱湯をかけられるなどいじめを受けているとの相談が寄せられた。そしてその翌日にはこの被害力士本人からも電話で同様の相談を受けた。事態を重く見た協会は同日、伊勢ヶ浜に対し被害を受けたと思われる幕下以下力士につき11月場所を休場させて実家に帰省させるように要請するとともに、この件に関して調査を実施することを通告したと。そして11月場所後の12月1日、八角理事長はコンプライアンス委員会に事実確認の調査と処分の意見の答申を遺族したと。そしてコンプライアンス委員会の回答がこちら。幕下以下力士 A、 この人が加害者ですね、は弟弟子ある被害者の幕下以下力士 B、 この普段から B は A のね兄弟子の指示を聞かずに反抗的な態度だったらしいんですよね。てめえの話なんて聞いてられっかみたいな感じだったんでしょう。なこういう人いますよね、まあ、それに対して A は、まあ、ずっとこう腹を立てた、ムカついてた、あいつ言うこと聞かねえなみたいな。そして今年の4月下旬、部屋の稽古場においてその B に対し、 B の頭をね、まあ、腕立てで使う、まあ、補助の角材みたいな、多分こう掴んでやるやつなんでしょうね。で1回殴打する暴行を加えたと。なんかそれでパン叩いたんでしょうかね、まあ、それがどれぐらいの強さかわからない、なんかポンぐらいだったのか、なんかバシンといったのかわかんないけど、まあムカついてる人にこんななんかポンみたいなんではしないでしょうから、結構強めにいったんでしょう。そして今年の7月上旬、名古屋場所の宿舎のちゃんこ場において、 A は B に対しその腹部を 4,5 回げんこつで殴打したと。ほらみたいなね。そしてうずくまった B の腹部を2回くらい足で踏みつける暴行を加えたと。もう殴って倒れたとこ踏みつけるっていうね、倒れるほど殴ったんだっていう、もう結構強めに言ったんでしょうね。そしてさらに今年の8月7日頃、部屋のちゃんこ場において B に対しその背中にちゃんこの湯をかける暴行を加え、やけどを負わせた。ちゃんこ、皆さんご存知の通り熱々が美味しいということで、常にもうこうね熱くしてますよ、煮えたぎらせて、それを背中にかけたと。バカ熱いと思うわ。ちゃんこってなんかちょっとついでる時に手にかかっちゃったとかでも、もう落としちゃうぐらい熱いじゃないですか。それを背中にかけられるっていうね、なかなかの暴行ですね。コンプライアンス委員会は B の言動、この被害者の言動は確かに礼儀はなってなかったらしいんですよね。まあ相当ムカつく、兄弟子からしたら、まあムカつく話し方とかをしてたのかもしれないんですが、ただそれにしても A はやりすぎだということで正当化される余地はないと言っています。まあ反抗的なね、後輩とかいますよね。まあやっちゃいけないんだよ。やっちゃいけないんだけど、ムカつく後輩もいるのは確か。まあ、ただこの A がね、そもそも尊敬されるような行動をしてたのかみたいな話もありますよね。どう頑張っても尊敬できない人っていますから。まあ、相撲協会は平成29年に発生した春馬富士事件、鷹の岩を殴りまくったみたいなのありましたけど、この後暴力再発防止策の方針を公表し、まあ、本当暴力やめようとしていたんですよね。でその当事者もやっぱり伊勢ヶ浜親方でしたね。そしてこの加害者 A 自身も調査において相撲協会が一丸となって暴力根絶に向けた取り組みを継続していることを十分に認識していたことを述べている。暴力なくしていこうみたいなのはね、ずっとまあね、知ってたと思う。それは知ってるよね、協会員だからね。暴力がいいか悪いかなんて、こんなものがなくてもみんな知ってると。
これがいいと思ってる人はいないと思うんですが、したがって A を教会員として残すという選択肢はないと言わざる得ず、引退勧告の懲戒処分が相当と判断したと。そしてこの A、B、加害者、被害者に対してもう一人います。 C、 この人もね、一応加害者ですね。加害者側、名古屋場所中のちゃんこ場において幕下以下力士 C は B に対してその腹部を 4,5 回げんこつで殴打したと。 C も B 殴ったんですよね、お腹を。 A による、すでに A による暴行を受けていた B に対し、まあ、A がもうすでにやったことの後に、この B がまだなんか反抗的だったみたいなんですよね。さらにこう追い打ちしたみたいな、なんか追撃したみたいな感じらしいですね、 C はね。でも C に関してはこの B に対する暴行はまあ1回だけだった。その時、名古屋場所の時にすでにやられたやつに追い打ちかけた1回にとどまったのに加え、 A による暴行に触発されて偶発的に暴行に及んだものとの側面があると。まあ、なんかムカつく弟弟子を兄弟子が殴ってるのを見て、なんかお前まだ言うこと聞かねえのかよみたいな感じで殴ったのかもしれないですね。そしてでもその後に C は B に対して謝罪しており、まあすごく反省していたと。まあちょっとやりすぎちゃった、悪いみたいな感じだったんでしょうかね。まあ以上の事情を鑑みて C に対してはその将来性も考慮し、出場停止の懲戒処分を相当としたと。 A、C が被害者で B をとにかくやりまくったと。まあ A が主犯ということですね。そして伊勢ヶ浜親方に関してはまあ、監督すべき立場ですよね、師匠ですから。伊勢ヶ浜親方本人は調査に対して弟子たちに暴力は絶対に許されないし、指導するのはもちろんのこと、暴力被害を受けたり見かけたりしたら報告するように指導していたと主張していると。まあ、お前らなんかやられたらすぐ言えよとは言っていたんですが、ただ A による暴行は5ヶ月間3回にわたって繰り返されていたので、さらに被害者が親方に、まあ、自ら暴力を申告したことはなくて、そしてね、この A がね、あの B を食らわしてた場面に遭遇した他の弟子たちも、まあ、親方にそれを報告することはなかったと。つまり指導していたと言いつつ、まあ、浸透していなかったという感じですかね。まあ、これに関してはね、ちょっと難しいですよね。そのなんかその部屋のパワーバランスとかもあるだろうから、まあ、例えばこのね、いじめてた A がなんか小山の兄弟子とかだったら、それをチクるっていうのはやっぱなかなかやりづらいだろうし、まあ、それによってね、自分が被害にみたいなのもあるのかもしれないね。で、被害者としてもやっぱなかなかね、言いづらかったんでしょうね。まあ、そしてこの件に関して伊勢ヶ浜親方は、まあ、過去にね、やっぱ横綱春馬富士による事件もあり、親方の指導が浸透していなかったという意味で、指導は表面的なものであって、まあ、監督責任というものがね、まあ、問われたという感じですね。また、伊勢ヶ浜親方は、ここがね、結構あれなんですけど、令和4年10月上旬頃、A が故意に煮立ったちゃんこを B の背中にかけて火傷を負わせた事実を把握していながら相撲協会に報告していなかったと。ここがやばい。これですよ。知ってたのに。知ってたのに、何にもしてなかったと。まあ、これだろうな。まあ、報告義務の違反というものにも問われました。まあ、そしてね、以前には春馬富士事件ということで、まあ、その暴力事件、まあ、結構ね、大きなあれになりましたよね。それもこの伊勢ヶ浜親方でしたと。こういうことに対して、伊勢ヶ浜親方は、理事からの降格っていうものの懲戒処分、っていうものが妥当とされたんですが、まあ、自分で理事を辞任したので、まあ一応おとがめなしというか、まあ、事実上ね、降格処分を受けたに等しい。まあ、自分で下がるか降格されるかね、結果は同じだから、そういうことでしょうという感じですね。伊勢ヶ浜親方、一回その春馬富士事件で一回ね、そう当時も理事だったんですけど、降格処分を受けています。そして令和2年3月に理事に復帰したんですが、まあ、わずかね、3年足らずのうちに、またも暴力事件が部屋で起こってしまったと。そして相撲協会への報告も怠ってしまったとね。まあ、過去の経験を全く活かせれていないということも書かれていますね。なお、A は責任を取って引退したこと、C はまだ若年で将来がある点を考慮し、加盟による公表としたと。まあ、A はもう辞めたから、いいか、みたいなね。で、C は若いし、公表しとかない。でも、すぐ分かっちゃうよね。来場所引退する伊勢ヶ浜の力士の一人ってことで、で、この C に関しては、まあ、二場所、ね、休んだ人っていうことで、ここで発表しなくても、遅かれ早かれ、まあ、世間には分かっちゃうとは思うんで、あんま意味なさそうな気はするけどね。
まあこの弟子がやったこともやばいけど、伊勢ヶ濱親方は隠蔽しようとした、報告をしなかったっていうのがね、ちょっとよろしくないですよね。まあという感じで、一ノ城事件、そして伊勢ヶ濱部屋の暴行事件と、この2つのねネガティブなニュースがこの年の瀬に発表されました。ちょっとこうなんかいかにも相撲協会っぽい話でしたね。暴力事件とか最近ないよね。ていうか他のスポーツであるのかもしれないけど、こんな大きく報道されることってないよね。まあこの暴力事件っていうものは肯定するわけではないんですが、確かにまあ一昔二昔前ぐらいだったらよくある話だったような気もしますね。この程度って言ったら失礼だけど、これぐらいのことは多分昔の相撲部屋では本当によくあったことなんだろうなと思う。角材で殴るとかね、 4,5 回げんこつで腹を殴る、顔じゃなくて腹とかだったらね、まあまああったのかもしれないけど、まあ今はね本当良くないですからね。まあ一方でこういうものっていうのはいきなりゼロにはピタッともできないので、まあこういうことをね、処分を繰り返して徐々に減っていくことなのかなとは思います。まあ一ノ城に関してはなんか俺は結構モンゴル料理屋に、そら食べたくなるやろっていうね、部屋でモンゴル料理がなかなか出てくるわけでもなく、そら食べたくなるよなというちょっと同情気持ちもあり、まあルール自体がねちょっと変わっていけばいいなと思いますね、そろそろね、国全体としての。はい、ということでネガティブなニュースになってしまいました。今日ね出そうと思ってた動画とちょっと順番を変えてね、まあこれをまず出したいと思います。ということで終わり、アディオス。